旧西本組本社ビルは和歌山県和歌山市にあるネオルネサンス様式によるビルディングである。一般には西本ビルと呼ばれる。国の登録有形文化財に登録。和歌山市の中心部、完成な住宅地の一角にある塔ビルは歴史ある城下町ながら繊細によって歴史的建築物がほとんど現存しない県と和歌山市にあって、 極めて数少ない民間所有の近代洋風建築である。施主の西本組は、江戸時代末の慶応年間創業の名門であり、かつては三井財閥とも関係を結び、多くの鉄道建設を手掛けるなど日本でも屈指の大手土木建設業者であった会社である。このビルは、大正年間、創業者の西本健次郎によってその本社として建てられた。 設計者は当時早稲田大学を卒業したばかりの建築家で西本家の遠石であった岩井真一である。当ビルはその卒業作品として設計されたものという図話が西本家に伝わる。またビル建設時に同時に西本組のトレードマークも公募され漫画家の小野佐世夫の案が採用された。現在の西本組の商標がそれである。建築的には 当時のオフィスビルとしてはオーソドックスであったネオルネサンス様式を採用しているが、一室みやレンガ石ではなく近代的な鉄筋コンクリート作りとなっている。3階建てであるが現代の建物と比すると階高が大きく作られているので広々とした内部空間を持つ。正面には堂々たる玄関があり、上部には大きなペディメントが掛けられ、 それを優美なイオニア式中等を持つ石柱が支えている。特筆するべきはこの石柱で継ぎ目がない一本の石材からなっており、豪奢な作りと言える。外装は1階部分が西洋建築の基段に当たるので、花崗岩の化粧張りが施されている。それに対して2階から上はスクラッチタイルとは異なる茶色のテラコッタ様タイル張りで、 当時のモダンな雰囲気を今に伝える。窓は時代がかった縦長の上げ下げ窓で、第二次大戦に繊細により損なわれた多くのものを、復旧した木製冊子である。このビルは、大々西本家の運営する、建設会社本社ビルとして使われていたが、1990年代になって西本組の後ろ身である、三井建設に所有された。しかしその後、 三井建設が和歌山を撤退することとなったために、西本家が保存を目的に買い戻されたものである。現在はテナントを迎え、様々な芸術活動に対応するスペースとして活用されている。郵便番号640-8224和歌山県、和歌山市小野町3-43。ありがとうございます。